こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M 型の中でもですね、ちょっと変わり種のボディになっております。ライカ MDA というですね、ボディになっております。ご覧の通りですね、ファインダー距離計ですね、がなくなっておりまして、なんかのっぺらぼうみたいなですね、外観になってますね。ご覧の通り、ライカ MDA というですね、モデルのライカ M 型のボディになっております。フレームセレクターとセルフタイマーもなくてですね、非常にシンプルな作りになっておりまして、シャッター以外ですね、壊れる部分がありませんので、逆に故障を気にせずにお使いになることができるというカメラでもありますね。もともとはですね、研究用途とかですね、あとはビゾフレックスをつけて、お使いになる方が多かったらしいですね。で、あとはですね、スーパーアンギロンのですね、21ミリをですね、外付けファインダーと、組み合わせて使ってですね、絞り8ぐらいまで絞って、パンフォーカスでバシバシとですね、撮影するスタイルでですね、お使いになる方もいらっしゃるということですね。MDA はですね、この、巻き上げレバーをご覧いただくとわかるんですけれども、M4 をですね、ベースに作られているということで、巻き上げレバーがですね、これ M4 ですね。で、もって、カウンターと、この斜めの、この、リバースのクランクがついてますね。はい。で、M4 からですね、このフレームセレクターと、セルフタイマー、そして、ファインダーですね、をすべて取っ払ったようなものだと思っていただければいいと思います。はい。ではですね、外観から見ていきます。外観はですね、ご覧いただいてます通り、ややですね、使用感、経年感は見られますけれども、大きな擦れ当たり、凹みとかですね、そういったものは見当たらない感じですかね。ついて言うとこの辺にですね、ちょっと肩にぶつけたような跡がある感じですね。あとはこれはストラップの跡ですかね。ちょっと跡が見られる感じですね。はい。はい、底蓋の部分もですね、ちょっとこの辺にですね、擦った跡がありますけれども、派手に落下したりとかですね、当たって凹んだりといったことはないですね。三脚の跡もありませんね。はい。バックドアの塗装もしっかりとしております。はい。こういうとこですね、ちょっと擦れて、くすみが出ているような感じですけれども、ひどい当たりとか、そういったものはない感じですね。まあ、この映像で客観的にご覧いただければと思いますね。マウント部分も下地が見えるほどの擦れとかはないようですね。はい。で、あと針側もですね、こういった剥がれたり欠けたりしやすい部分にですね、やや多少補修は、補修跡があるものですね。はい。ボロボロに剥がれちゃったりとかはしてないですね。こう手にしっくりと馴染む状態はキープしてますね。このこれ以上ボロボロ剥がれちゃったりしてくる感じはないですね。はい。じゃあですね、シャッターをチェックしていきます。シャッターは1分の1秒から見ていきます。はい、シャッターはきちんとですね、正確に動いていますね。はい、これ1分の1秒ですね。続いて2分の1秒です。はい、2分の1秒も、はい、しっかり切れてますね。はい。続いて、4分の1秒になります。はい、いいですね。低速のシャッターに、シャッターの粘りとか、膜の遅れなどないのがお分かりいただけます。もっとこの巻き上げもですね、スムーズに滑らかに巻けておりますね。感触の悪さとかですね、この戻りの悪さといったものは感じないです。はい。じゃあ続いて、通速125分の1秒を見ていきます。はい。シャッター音も変わりまして。はい。これもしっかりと切れてますね。はい。セルフタイマーはありませんので、底蓋を開けていきます。はい。底蓋開けてもですね、金属の腐食とか、錆とか汚れといったものはない感じですね。はい。ご覧の通りですね。はい。シャッター膜も、こう、白くなって、ヨレヨレになっちゃったりとかする。しっかりとしてますね。はい。ひび割れなんかもないですね。はい。このバックドアの開閉もですね、問題ないですね。ご覧のようにですね、このチューリップ型の巻き取りスプールがありまして、M4 と同じ感覚でお使いいただけますね。はい。
底蓋もしっかりと閉まってまして、こうきつすぎたり弱かったりしてませんね。はい、高速のシャッターを見るの忘れてましたね。高速シャッターを見ていきます。1/1秒、はい、見ていきますね。はい、一瞬ですけどもきっちりとですね、はい、高速のシャッターもこう開いているのが、ちょっとライトがつきっぱなしでした。はい、こう開いているの分かりいただけますね。はい、低速から高速までシャッターに、はい、問題ないのが分かりいただけます。はい、こんな感じでいいですね。付属品が、はい、ボディキャップになっております。はい、という感じでですね、今回は変わり種の、ライカの M 型ボディ、ライカ MDA になっております。はい、この通りですね、動作には全く問題のない、ボディになっておりますので、なかなか楽しい撮影ができるかもしれませんので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。